これは中学校の教科書に書いてある細胞の姿です。しかし実際の細胞はこのように動かないものではなく、さまざまな部品がダイナミックに動き、それ自体が情報を処理していく驚異の空間であることが分かってきました。そして細胞の姿の変化は医療の概念をも根本的に変えてきました。この10年で急激に進歩を遂げた生命科学、その流れを振り返るとともに、今起こりつつある医療の革命に迫ります。2003年、ヒトゲノムの解読が終了したというニュースが世界中に流れました。ここから生命科学は大きく舵を切っていくことになります。ではそもそもゲノムとは何でしょうか。細胞の核には染色体が収められています。さらにそれを拡大すると見えてくるのが DNA です。遺伝情報はDNA 上に ATGC4 種類の塩基の並びとして記載されています。この DNA に書き込まれた情報のことをゲノムと言います。今遺伝情報の発現をオンにする指令が DNA にもたらされました。 DNA に記載された遺伝情報の中で必要な部分が選び出され、メッセンジャー RNA に写し取られていきます。これを転写と言います。そしてその RNA は細胞質へ出ていき、写し取った情報をもとにタンパク質が合成されていきます。すなわち生命を構成する基本素材であるタンパク質は、すべて DNA の遺伝情報、ゲノム情報をもとに合成されていくのです。ヒトゲノムの解読が終了したということは、人間の遺伝情報がどのような配列で書かれているかが全て分かったということです。これは何をもたらすのでしょうか。このヒトという生物を、科学的により深く理解するため、その基盤ができたんだと言えると思います。それによって、生物のですね、進化だとか個別の遺伝子の機能だなんかを比較しながら研究できるようになったと、そういう意味で驚異的なゲノム解読がインパクトを与えたということがあります。人のゲノム情報は30億にも及びます。この中で個人によって異なるのはわずか 0.1% ほどの部分に過ぎません。中でも近年注目されているのが、たった1塩基の違いの部分です。前後は全く一緒で1塩基だけ違う部分、これを1塩基多型と言います。たった1塩基ですが、これが薬の効き方や副作用など医療にとって重要な情報であることが分かってきたのです。神奈川県横浜市にある理化学研究所、ここで DNA 配列と病気の関わりを調べる研究が行われています。いろいろな疾患と治療成績などを集めた膨大なデータから、薬の効き方と1塩基多型の関係などを調べる研究が進められているのです。ここで研究を行うむしろ田さん、むしろ田さんは特定の抗がん剤の効き方が1塩基多型に関係していることを明らかにしました。乳がんの際、卵巣で産出される特定の女性ホルモンが乳がんの増殖を促すことが分かっています。それを抑えるために、現在タモキシペンという抗がん剤が乳がん治療薬として一般的に使用されています。ところがタモキシペンの効き方には1塩基多型による個人差があったのです。DNA のある部分を見ると、日本人の多数は C の塩基を持っていますが、5人に1人の割合で T の塩基を持つ人がいます。
乳がんに対しタモキシフェンを投与した場合、 C の人は9割の人が再発しません。ところが T を持つ人は5割もの人が再発していたのです。現状としましては、とにかく聞きやすい聞きにくいということを考慮せずに、全ての患者さんに一律の治療法を適用しておりますが、今後はその事前の遺伝子診断によりまして治療法を選択するということをするべきだと思います。現在最新の機器を用いると、ごく少量の血液から短い時間で1塩基多形を調べることが可能です。このような研究が進むことにより、全員一律の治療でなく個人個人に合わせた適切な医療、まさにオーダーメイド医療が実現すると期待されています。今や国民の 2.5 人に1人がなるというがん、遺伝子とがんのなりやすさとの関係はどこまで分かっているのでしょうか。国立がんセンターではがんの遺伝に関し必要な情報を提供するがんの遺伝子相談を行っています。遺伝子の病気といわれるがん、しかし明確に親から子へ遺伝する遺伝性のがんはがん全体の 5% 以下だといいます。一つはやはり家族歴ですね。ある特定の同じようながんになっている方が2人とか3人とかいらっしゃる、こういう場合にはまず一つ遺伝が強いんではないかと心配しなくてはいけないですね。でそれからもう一つは若くしてなるがんがそういった近い親戚にある場合ですね。でこういうのは1個の強い遺伝子で非常に効果の強い遺伝子の影響でそういうがんが起きていると考えられるんですね。ここでは来訪した方が遺伝性のがんを心配している場合、まず家族や親戚などの病歴を聞きます。そして遺伝性の疑いがある場合には遺伝子診断を行い、診断結果を臨床に役立てています。一方それ以外のがんですね、はっきりとしたメンデルの法則で遺伝をしないがん、これはどこが違うのかというと、一つの遺伝子ではなくて複数の遺伝子、比較的効果の弱い遺伝子の変化とそれから生活習慣が重なり合って起きてくると思いますね。遺伝子とがんのなりやすさ、特定のがんを除き現段階ではその関係のすべてが分かったわけではなく、今後の研究課題の一つだといいます。がんの発症には生活習慣や環境など親から受け継いだ遺伝子以外にも重要なファクターがあります。これまで後天的ながんの発症は遺伝子が突然変異することによって起きていると考えられてきましたが、それ以外にも仕組みがあることが分かってきました。生物には環境に応じて遺伝子の発現を変えていくシステムがあることが近年明らかになりました。これをエピジェネティクスといい、後天的な要因により細胞の性質が変わっていくことを意味します。例えば全く同じ遺伝子を持つクローン猫が異なる模様になって生まれてきたり、一卵性双生児が異なる部位のがんにかかることもあります。これらは遺伝子だけでは説明ができません。どうしてこのようなことが起こるのでしょうか。国立がんセンター研究所ではエピジェネティクスによるがんの研究を行っています。後天的な要因によって細胞ががん化する仕組みを調べているのです。エピジェネティクスはメチル化で起こることが分かっています。これは DNA にある物質がくっつくこと。通常は DNA がほどけることで遺伝子が発現します。ところがメチル化すると DNA がほどけなくなり、結果として遺伝子が働かなくなってしまうのです。これはピロリ菌です。胃にピロリ菌が感染すると胃がんにかかりやすくなることが知られています。がんセンターの牛島さんはピロリ菌に感染した胃のメチル化を調べてみました。すると
ピロリ菌に感染した胃ではがんを抑制する遺伝子をはじめ多くの遺伝子でメチル化が起こっていたことが分かりました。つまりピロリ菌に感染するとがん抑制遺伝子がメチル化し働かなくなる結果がんが発症するということが分かったのです。今までの環境因子への暴露を非常に正確に測ることができるわけです。今までどんだけピロリ菌に自分の胃を痛めつけられたかとかですね、皮膚なんかでどんだけ紫外線で痛めつけられていたか、あと口腔粘膜ではどれだけタバコ吸ってメチル化異常が溜まってる、そういう今までの人生を反映してどのくらい病気になりやすい状態になってるかっていうのがエピジェネティクスでは分かります。もう一つ大きな分野はやはり治療の面で、エピジェネティック異常は元に戻すことができる、たくさんの標的をいっぺんに元に戻してやるということで今まで治らなかった腫瘍なり他の病気が治る可能性が出てきたっていうのが大きなもう一つの局面ですね。エピジェネティクスはがん以外にも様々な疾患に関与する可能性が言われており、生命科学の重要なテーマとして研究が続けられています。細胞は数万種類のタンパク質が様々な働きをする一つの文明都市のような空間です。これは呼吸反応から生物のエネルギーの元となる物質 ATP を作るところ、このエネルギー工場もタンパク質の集まりです。外部から侵入してきた敵を攻撃するタンパク質もあります。細胞が動くときには加速という突起を伸ばして移動します。ここでもタンパク質の繊維が伸びることで動くという機能が生み出されています。細胞膜には外からの情報をキャッチするタンパク質があります。その信号はタンパク質からタンパク質へ受け渡され情報処理がなされていきます。細胞はタンパク質が主役となって機能を生み出す脅威の空間だったのです。2002年、タンパク質研究に革命をもたらした功績でノーベル賞を受賞した日本人がいました。島津製作所の田中浩一さんです。田中さんらが開発した質量分析計を使うと、タンパク質の質量を測ることによりその種類を調べることができます。タンパク質と特殊な化合物を混ぜた溶液にレーザーを当てます。その時飛び出したタンパク質の飛行時間を測ることにより質量が分かります。大きなタンパク質は壊れやすく分析は困難でした。質量分析計の開発により人の体に存在するわずかなタンパク質でも特定できるようになり、生命科学の発展に大きく貢献したのです。今世紀に入りタンパク質の立体構造を特定する大規模なプロジェクトが理化学研究所によって推進されてきました。タンパク質はそれぞれ決まった形を持っていて、その形によって機能が決まります。そのため形を知ることが大きな意味を持ちます。ドアの鍵穴にですね、鍵がぴったりとはまると鍵が回ってドアが開くというような、そういう意味で鍵の形というのが鍵穴にぴったり合うかどうか非常に大事だというのは分かりやすい例えだと思います。これは遺伝子バンクともいえる装置、タンパク質に対応する遺伝子が数多く保管されています。そしてこれは遺伝子から自動的にタンパク質を合成する装置、合成されたタンパク質の立体構造を調べるのが NMR やスプリング8という大きな装置です。このようなシステムを構築することによりおよそ3000種類のタンパク質の立体構造が解明され、現在機能解析が進められています。例えば病気に関係するタンパク質の立体構造が分かれば、そのタンパク質だけに働くようなターゲットを明確にした薬の開発が可能になるのです。
目的はそういう一つ一つのものを積み上げて、それで人という非常に複雑な分子のシステムが人として振る舞うようになる、その仕組みを理解するわけですが、それをタンパク質の形という非常に基本的な性質から組み立てて理解したい、一つのタンパク質ではなくて複数のタンパク質が協力して何か役割を果たしている様子というのも、これから研究していく大きな重要な課題になるわけですね。病気に関係するタンパク質の研究も進められています。東京大学医学部では肥満に関係するタンパク質の研究が行われています。ここで研究を行う真鍋さんは、肥満とはどういう状態なのか、マウスを使った実験を行いました。これは肥満した組織の血管の映像です。正常なマウスに比べ流れが悪くなっています。また白血球がスムーズに流れずに転がったり、血管の壁にくっついた状態が見られました。今まで肥満っていうと、その病気というよりはその病気を起こす土台っていうふうに考えられる嫌いがあったと思うんですけれども、肥満っていうこと自体がもう脂肪組織では立派なその病的な状態を引き起こしているということで、それと同じようなことが血管あるいはその膵臓や肝臓で起こっているというのが、よりその病気が進んだ糖尿病であったり動脈硬化であったりというふうに私たちは考えています。さらに真鍋さんは KLF5 という転写を調節するタンパク質を働かなくさせたマウス、ノックアウトマウスが多くの餌を食べても太りにくいことを発見しました。これは肝臓の写真です。ノックアウトマウスでは脂肪肝になりにくくなっています。他にも血管や組織においても違いが見られ、このタンパク質は心臓や代謝系臓器でも働いていることが分かりました。そういった分子を見つけてきて、それらの分子に対して効く薬あるいは新しい治療法を作りますと、その肥満の段階から動脈硬化あるいはその心臓の病気まで進んでいく、その根元から治療するような方法へと発展させることができると思いますし、タンパク質、それは生命を構成する基本的な素材であり、その研究は生命科学においても医療においても今後ますます重要になっていきます。さまざまな生物のゲノムプロジェクトが終了した結果、単純な生物でも哺乳類のような複雑な生物でも遺伝子の数はほとんど変わらないことが分かりました。これは驚くべき結果でした。線虫でも人でも遺伝子の数が変わらないのなら、人の持つ複雑な機能はどのように生み出されているのでしょうか。タンパク質を作り出す遺伝情報は DNA に記載されています。しかし遺伝情報が記載されている部分、すなわち遺伝子の部分はほんの数パーセントに過ぎません。残りの実に 90% 以上は遺伝情報が書かれていない部分です。遺伝子の情報を写し取る RNA、 ところが近年 DNA のほとんどの部分から RNA が転写されていることが明らかになりました。遺伝子以外の部分からもRNA は作られていたのです。慶応大学医学部、ここで RNA の機能を調べる研究が行われています。 RNA の中で数多く存在するのがおよそ20塩基ほどの短い RNA です。これはマイクロ RNA と呼ばれています。マイクロ RNA は DNA から転写された後、ヘアピン構造を経て二本差の RNA になります。そしてそこに RNA 分解酵素がくっつきます。 RNA 分解酵素は
マイクロ RNA の配列に対応したメッセンジャー RNA を分解してしまいます。またタンパク質の合成を止める働きもしています。このようにマイクロ RNA はタンパク質の発現量を調整する働きをしていたのです。完全にこうオンオフみたいな制御じゃなくて、その一つのマイクロ RNA が一つのメッセンジャー RNA に関してその 100% をこう 90% ぐらいに落としている発現量だけど、そういうものがいっぱいあるので、その1対1の対応ではなくて、一つのメッセンジャー RNA がそのいくつものマイクロ RNA によって制御される。で、一つのマイクロ RNA っていうのは一つのメッセンジャー RNA だけを制御してるんじゃなくて、いろんなメッセンジャー RNA を制御してる、なんか非常に複雑なネットワークを形成してるんじゃないか。遺伝子の数がほとんど変わらない単純な生物と人。ところがマイクロ RNA の種類は人の方がはるかに多く存在するという研究も報告されています。生物の複雑さを決めてるのはそのタンパク質の種類とか数ではなくて、そのタンパク質をコードしてない領域から作られる RNA の種類と数なんじゃないかっていう、これが新しいコンセプトです。で、そのコンセプトが本当に正しいかどうかっていうのを今多くの人が検証しようとしています。進化の過程で人が獲得した高度な機能、それは DNA の遺伝子以外の部分から生み出されるRNA が担っているのかもしれません。東京大学総合文化研究科朝島研究室、ここで再生医療の実現を目指した研究が行われています。機能が損なわれたり失ってしまった器官を再生する、そんな究極の医療技術を目指して研究が行われているのです。この研究室では以前からカエルを用いた実験を行っていました。カエルの発生過程の卵から未分化な細胞を取り出し、そこに外から因子を加えることで特定の組織や器官を自在に作り出す研究に取り組んできたのです。例えばこれは未分化な細胞から分化させた筋肉や心臓です。このように朝島さんの研究室ではカエルの未分化細胞から20余りの器官や組織を作り出すことに成功してきました。再生医療を実現するために重要な技術の一つが多能性幹細胞を作り出すことです。多能性幹細胞とはあらゆる組織や器官に分化可能な細胞のこと。例えば受精卵から分裂した細胞はある時期あらゆる細胞に分化可能な能力を持っています。ところが発生の過程で血液細胞になり皮膚になり筋肉になりと体を構成するあらゆる細胞に分化していく過程で分化能力は失われていきます。通常特定の細胞に分化してしまった細胞は分化前の細胞に戻ることはできないのです。一度分化してしまった細胞を元の多様な分化能を持つ細胞に戻す、それを実現したのが ES 細胞と呼ばれる多能性幹細胞でした。まず受精卵を取り出しその核を取り除きます。そこに第三者の細胞から取った核を移植します。ここから分裂した細胞は第三者の DNA を持ち、受精卵の多様な分化能力を備えていることになります。これが ES 細胞の基本的な作り方です。朝島さんの研究室ではカエルの知見をもとにマウスの ES 細胞から心臓の筋肉を分化させることなどにも成功してきました。完全な膵臓ですかね、それをマウスの ES 細胞から作ることも初めて成功しましたし、
それから繊毛細胞ですね、その我々喉とかあるいは輸卵管とかですね、腎臓にあるんですけども、そういう繊毛細胞を試験管の中で作ったり、脊椎動物のですね、やはりその共通のシステムというんですかね、そういうものが初期癌の中ではその非常に、あるいは器官形成というか臓器形成というか、そういう仕組みの中で見えてきたというようなことだと思ってます。しかしながら、今後 ES 細胞を医療に応用していくには課題があります。まず、人間の受精卵を使うことが倫理的に大きな問題です。また他人の受精卵に由来する細胞を用いるため拒絶反応の心配もあります。その課題を打ち破る成果を成し遂げたのが京都大学の山中教授でした。山中さんは受精卵や肺には分化した細胞を再び多能な状態に戻す因子があるのだろうという仮説を立てました。まず、膨大な数のマウス遺伝子からES 細胞のみに発現している遺伝子を探索し、100個の候補を選び出しました。そこから4年をかけて24個の転写を制御する遺伝子を有力候補として選抜しました。その24種類の遺伝子すべてを一つ一つ運び屋となるウイルスに組み込み、マウスの細胞に導入しました。すると、導入した遺伝子により細胞は分化前の状態、多能性幹細胞の状態にリセットされたのです。その後、さらに多能性を誘導する遺伝子を4つにまで絞り込みました。こうして作成された多能性幹細胞は iPS 細胞と名付けられました。そして2007年11月には人の iPS 細胞の作成にも成功。受精卵を使わない人の多能性幹細胞の作成に世界に先駆けて成功したのです。iPS 細胞も ES 細胞も、臓器は作るのはまだまだ難しいんですが、いろんな細胞はできます。心臓の細胞であるとか、神経の細胞であるとか、網膜の細胞であるとか、いろんな細胞ができますので、そういった細胞を、元気な細胞を移植して良くなる病気とか怪我は対象になると思います。で、ES 細胞にしても iPS 細胞にしてもですね、その細胞そのものを移植するわけではありません。必要な目的の細胞にしっかり分化させてから移植しますので、まず目的の細胞を効率よく分化させるという研究がしっかり行われなければなりません。それから、あと移植、患者さんに移植した後の安全性ですね、何か変なことが起こらないかと、それをしっかり確認する必要もあります。多能性幹細胞を用いた再生医療、その実現にはまだ多くの課題があります。しかし、大きな可能性を秘めていることは疑いようがなく、今後の研究の進展が期待されています。生命科学の進歩は近い将来、医療技術に革命をもたらすと考えられています。それは少子高齢化を迎える社会にどのような影響をもたらすのでしょうか。21世紀を生きる私たちには、細胞で起きていることを理解し、そこから医療を考えていく、そのような視点が求められているのではないでしょうか。